新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。三三商店街事務局の、佐藤です。会長の山内です。本日はですね、昨年末にやり、行いました年末キャンペーンの、抽選会を、はい、やりたいと思います。はい、豪華景品が当たりますからね。景品というか、まあ、商品券、商品券、ね、商品ですね、はい、来年3月まで使える、はい、商品券早速引いていきたいと思います。はい、ちなみに応募総数は何件ぐらいですかね。7000件ですね。7000、まあ、約7000、約7000件、そうですね、はい、7000の方に、はい、参加していただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。では早速なんですけども、はい、一等からですかね。そうですね、特賞は最後に、置いておいて、はい、早速会長の方に引いていただきたいと思います。はい、一応2つにちょうど半分半分に分けましたので、こちらから、1等、2つ、こちらから1等2つ、合計で4本入ってますので、はい、ぜひ会長の方に引いていただきたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。はい、じゃあいきます。まず1本目から会長かき混ぜますからね。1人目、かき混ぜといての2022年、はい、番、はい、大崎市、の佐々木さん、はい、一等5000円の商品券当選でございます。ありがとうございます。こちらですか。2本目は、2本目はこちらです、はいはい、じゃあ2本目こっちいきます。かき混ぜて、かき混ぜて、かき混ぜてからの、はい、はい、あ、松島町の方ですね。松谷さんですかね、うん、松谷さん、松谷さん、松谷さん、え、はい、5000円、はい、当たりましたのでおめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ早速3本目、3本目、はい、見ていきたい。3本目いきますよ。ちょうどばらけてますね、うん、さあ、はい、はい、あ、登米市の方ですね、佐々木さん、佐々木さん、5000円当選でございます、はい、おめでとうございま す, います。見事にこうバラけてますね。だね、ちょうどいいね。ちょうどいいですね。じゃあこちらじゃあ最後、一等最後です。一等最後です。一等最後はこの中だ。はい、はい、お、山本町、あ、しこたさんですかね、うん、志すに小さいに田んぼの田、しこたさんですかね、はい、しこださんですかね、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。見事にばらける、そうだね、結果となりましたので、こういろんな範囲、ただ皆さん宮城県なんで、すごいですね。またこれ使って買いに来てもらえればですね、幸いですね。はい、最後にですね、はい、幸運の2022年最高の幸運の持ち主、はい、特賞1万円分の、三三商店街で使える商品券、はい、当たりますので、じゃあ1本ずつ、1本ずつですね、計2本ありますんでよろしくお願いします。じゃあ特賞1本目いきます。さあ誰に幸運が輝くか、黄金の右手で、さあ、はい、お、これもまたばらけましたね。栗原市の鈴木さん、はい、すごい達筆なね、達筆な、方が特賞1万円当選でございます。おめでとうございます。幸運ですね、幸運ですね。じゃあ最後、ラスト、ラストいきますよ。はいはい、仙台市、方ですね、伊藤さん、はい、伊藤さんという方ですね、はい、1万円当選でございます。おめでとうございます。早速もう決まっちゃいましたけど、決まっちゃった、ね、みんなばらけましたね。まあちょうどいい感じにばらけて、ね、そうですね、すごいですね、本当にね、いろんなとこから、商店街に来ていただいて、そうですね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。これでね、はい、送りますので、まあその前に皆さんに、特賞と一等の方には電話でご連絡、事前にしてから差し上げますんで、送りたいと思いますので、はい、と思います、はい、でこれで買い物をしていただければ、ね、はい、幸いです。会長から最後に一言お願いいたします。はい、昨年は本当に商店街に足しげく、足を運んでいただきまして誠にありがとうございました。
今年も、商店街一同、一生懸命お客さんのために取り組んでいきたいと思いますので今後とも三三商店街よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後にですね、2等1000円の、商品券なんですけれども事務局の方でですね、ちゃんと厳選して、はい、抽選して皆さんにお届けしたいと思います。はい、2等に関してはあの発送を持って、返させていただきますのでよろしくお願いいたします。それでは、今後とも三三商店街をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。5周年に向けて頑張りたいと思います。はい。